を遮断しています。全く通れない状態です。そうですよ、縦取り囲む。警察側は山中容疑者の携帯電話に何回も電話をかけ投稿するよう説得したが応じなかった。この間山中容疑者は車内のテレビを通じて情報を得ていたようだ。午後3時半、山中容疑者が一瞬姿を見せた。青っぽいシャツに帽子をかぶっている。緊迫した空気が辺りを包んだ。睨み合いが7時間になろうとする午後6時過ぎ、捜査員が説得のため車に近づいた。しかし山中容疑者はなおも応じない。そしてその間も機動隊員らはじりじりと包囲網を縮めていった。いた、残り30分です。煙を出しました、今突入しました。ジュラルミンの盾がぶつかり車が揺れる。その直後窓ガラスが割られ辺りに白い煙が立ち込めた。煙の正体は消火器と催涙ガス。この混乱した状況の中で山中容疑者の姿が一瞬映し出される。左右に揺れる上半身。しかしすぐに白煙に包まれ車内の様子は伺い知れなくなってしまう。突入から28秒後、突然閃光が走った。車を取り囲んでいた機動隊員が一瞬後ずさる。その後山中容疑者は自ら頭部に拳銃を当て自殺を図っていたことが明らかになった。突入からわずか40秒、担架で運び出された山中容疑者はすぐに病院に運ばれたが意識不明の重体となっている。現場にはおびただしい血の跡が残された。山中容疑者がなぜ拳銃を2丁も持っていたのか、また事件がなぜここまで大きくなってしまったのか、謎は多く残されている。説得を続けています。犯人はその動きながらで止まった時も電話してました。ずっと後ろ見てたんですけど非常に冷静でしたよ。警官の数が増えてまいりました。山中容疑者の乗っている車のより近いところに警官が増えてきました。山中容疑者は車内で時々拳銃2丁を見せつけるような素振りをしているということで、取り囲んだ警官隊も近づけずにいるようです。どういう状況になってるんですか。いやちょっとそういう状況一切入ってませんから。ない。今も説得はしてるんですか。工作ちょっと全然わからない。あちらに行けということなんでしょうか。車を動かせということでしょうか。今山中容疑者の乗った車、そして今捜査員が一気に山中容疑者の車に突進しました。山中容疑者の車に捜査員が一気に突進します。上から白い煙が見えます。これは何でしょうか。催涙ガスか発煙筒などを焚いているんでしょうか。一気に突入しました。山中容疑者身柄を確保されたようです。今連れて行かれています。6時30分、山中容疑者身柄確保されたようです。ねこちらのトラックの裏側でですね、先ほどから何らかの計画を立てて接近戦をしようとしているような様子が伺えました。最初の1回目のアプローチがあるまでが、来ました。壊されました。はい、発煙とかもしくは催涙ガスかと思われます。入った。ガスが撒かれました。6時29分音が聞こえた。そうですね、はい、山中容疑者が救急車に乗り込むところです。午後6時29分ごろ、左右から一斉に警察官が突入。その際山中容疑者は自分の眉間をピストルで撃ち抜いた。
狭山病院に運び込まれた山中容疑者は現在意識不明の重体である。